名古屋市立楠木中学校は愛知県名古屋市北区楠木き2丁目にある公立中学校。当校は名古屋市立楠木小学校、名古屋市立にお小学校、名古屋市立楠木西小学校卒業生の進学先にあたる。楠木とは楠木と楠木正きから由来した楠木村の地名からとっている。当校の体育館には 木製で作られた硬貨の額がある。全長1 4 4 0トル2 2 5 0トルであり、1文字約9 0トル角の組子細工を使用している。額の製作は工芸建具専門の川村であり、筆工は早川哲牛が手掛けている。名古屋市立くすのき小学校には硬貨と工訓が書かれた同様のものがある。 設置場所は同じく体育館である。クスノキ村立クスノキ中学高校舎年月は、就任を示す1947年4月、山本次郎1952年3月、浅井先九1955年3月、古瀬金次郎、愛知県小中学校市によると、生徒数の変遷は、以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日現在、 名古屋市立くすの木小学校区、名古屋市立如意小学校区、名古屋市立くすの木西小学校区を通学区域として指定している。通学区域内に国道302号と国道41号、2つの国道が通っている。ありがとうございます。